視聴者の皆様こんにちは、ルーミアです。ブラウザ版のランクアップも兼ねて今回はメタルサイクロンに挑戦です。ステージドロップするキャラのおかげでランクが上げられます。無課金でランクを上げるにはこれが一番。ドロップキャラの育成だな。猫感も溜まってきたのでいい感じです。ガチャもしたいからな。ではゴー。メタルサイクロンが出るまで倍速します。城の体力と連動してるから本当は溜め放題だぜ。他のメタルが怖いんですよ。でも2体同時に相手することになるんだが、どのやり方でも同じですよ。しかしガオーのクリティカルに頼らなきゃいけないとはキャラ不足だな。メタルの妨害は充実してるのでうまくいけば活躍します。ネネコあたりがいいと思うぜ。今回スマホ版じゃ使わないプラカードを投入してガオーを長生きさせます。資金難になってるがいいのか、先に超メタカバを相手にしてた方が良かったですかね。まあ今更だし苦戦するのはどっちも同じだよ。よく考えたらスタチューを1ページ目にセットしておけばニャンコンボ発動したんでした。今回スマホでの撮影に成功してるから惜しいことしたな。ガオーが寝されました。残りで有効なのはね猫とも猫、ジュラシッターか。出せるようになったらまたガオーを出します。どんだかネクイムシダがいいのか。射程が長く高い攻撃力、クリティカルが出れば言うことなし。まあレベル25のガオーじゃ他のキャラがクリティカル決めてないと一発じゃ倒せないがな。超メタカバが出てくるからできれば頑張っていただきたいのですよ。妨害は吹っ飛ばしに鈍速、攻撃力低下か。動きを止めるキャラは残念ながらこのステージでドロップなので3種類の妨害を駆使して戦います。ジュラシッターの射程じゃ厳しいと思うんだが、ニャー少佐を先にゲットしておくべきでしたね。月曜日に挑戦できるんだったか。このステージをクリアしてレッドサイクロンを倒したらニャンコンボの暴風一家が入手できます。ステージ幅が狭いせいでかなり怖いんだが、妨害はたくさんいますので問題ありません。早く超メタカバ倒したいところがな。出現最大数は2なので倒したら次が出てきますけどね。貧血にならない方がいいよ。スタチューと人形師に頑張っていただきましょう。理想はメタルサイクロンと一緒に現れているメタルな敵をガオーが同時に倒せれば楽に戦えます。メタルサイボーグか。壁で守るより妨害を積極的にした方が安全です。スタチューは壁にもなるしいいんじゃないか。そして我らがガオー、そんなに早く決着つけたいか。ガオーのクリティカルが決まりメタルサイクロンは沈黙。バカな。メタルゴマ様はしぶといので倍速で終わらせます。スマホにブラウザを使って無理やり動かしてるもので時間はかけたくないんですよ。未だパソコンでも停止する時があるもんな。編成にガオーを入れておいてよかったです。それしか手段がないだけだけどな。じゃあメタルゴマ様をガオーで倒します。大活躍です。確かに組み込んでないと勝てないよな。いろいろ持ってませんからね。敵の出現タイミングから外れている今がチャンスだな。出ないでね。勝利ー。確率 30% なのにドロップはしませんでした。もう最初からトレジャー使えよ。もったいないんです。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。レッドサイクロンを倒せば暴風一家が使えます。攻略の幅が広がるな。